数字の形には意味がある。6は妊婦さんの数字。こんにちは、葉月光栄です。今日はですね、6という数字の形について説明したいと思います。6はこういうふうに書きますけども、これは僕は妊婦さんの数字というふうに読んでいます。なぜ妊婦さんになるのかっていうことなんですけども、この6のここの丸の部分ですね、この丸の部分、これは宇宙とかあの世とか新しい命とか、ここの中には何もないように見えるんですけども、全てが詰まってるというような解釈をするんですね。この新しい命、宇宙みたいなものを優しい曲線で守ってるというのが6の持ってる意味であり、数字の象徴することなんですよね。6はこの六芒星というこのマーク、三角形が上下に2つ重なっているマークとも連動していきます。この六芒星はですね、いわゆるユダヤに代々伝わる非常に重要な形というふうにされてまして、今のイスラエルの国旗なんかにもですね使われている非常に大事なマークというふうに言われています。日本でもですね、カゴメモンなんて言われて、日本にも馴染みのある形ですよね。この新しい命を守るということですから、意味合いとしては母性とかですね、美とか創造とか完全なる調和とか、そういう愛の数字なんですね。ですから、その愛の数字であるということを考えると、映画で666は悪魔の数字なんていうことが言われてましたけども、これははっきり言って真反対になるんですね。悪魔側からすると、その6という数字をあまり使ってほしくないということから、ネガティブキャンペーンを貼られたんじゃないかなんていう話も伝わっています。そういう意味では、この数秘術でいうと、6っていうのはですね、セフィロトの木の中の真ん中に位置する数字で、非常に重要な数字というふうに言われてますので、これから6という数字がどん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 活躍する、社会で重視される、そんな時代がこれからやってくるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひ覚えておいてください。